こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は思考の外野手デッキを青銅高校で天才を燃やしてやっていきたいと思います。奥村、寺道、野球マン、ゆい、みゆき、で、古谷と。で、このデッキに関しては、ツイッターでめちゃくちゃ流行ってたのかなというのを拝見しました。で、まあ僕もこれやってみたいなということで、千丸厳選をしてたんですけど、まあなかなか出ないと。ちょっと出かけなきゃいけない時間も近づいてきて、まあどうせなら天才燃やすかということで、天才を1枚持ち込んでいます。では、行きましょう。で、僕もこのデッキに関しては、まあほぼ初めてやるので、こうポイントバランスとかね、どうしたらいいんだろうっていうのがすごい気になってはいます。まあ技術と精神、もしくは技術と敏捷に、今、つかなかったですね。技術と敏捷に、まあ振っていくんだろうなとは思いつつも、まあどういう形になるのかなとは、やりながら掴んでいければいいかなというところですね。で、一気に天才も来たので、わたわたしましたが、まあまずはやっていきましょう。で、奥村からか。まあ、ここは一緒だと思うんですよね、流れ的に。で、まあ、何を取るかにもよるんですが、ここは精神を取っておきます。よしよしよし。よくやった。ちょっとドキドキしてたんですよ、今。で、監督から行きましょう。まあ、やっぱりその、帯同人数をね、こういう感じで増やしていくためにも、で、これ回復にしようかな。結構東条はいいやつも当然強いんですけど、回復でもいいな。いいやつは確実性がないんでね。まあ肩でいいか。まあ体力消費減がね結構大きいっすよね。ありがてえ。難しいとこだな。コーチ練習ね、やっておきましょうか。お、回復はうまく入ってくれてますね。守備に行くのか、こっちに行くのか。まあいいやつ取った方がよかったかな。ゆいが黄色いっすね。いいやつくれるキャラいないもんね、多分これ。肩から行きましょうか。まあ、みゆきのイベントがサクッと起きてくれると助かるな、というのと。しらすか川上から行きましょうか。まあ、多分流れ的には、ここは、しらす先輩でいいと思うんですよね。で、体力を回復しつつ、前に進んでいきましょう。寺道か。まあ、とにかく、チームメイトの評価を上げて、タックを仕掛けないと、バックアップがね。回復はめちゃくちゃいい感じ。みやびで精神上げましょうか、先に。っていう感じにするのか、まあ、みゆきと奥村はサクッと上げてから、にするのか。ここ打撃揃ってますね。まあ、古谷がここしかないからな。まあ、いいや、みゆきいきますか。青銅魂を重視します。ああ、みやびいいかもしれないですね。まあ、そしたらゆいが確実にここになるんだよな。っていうのは考えなきゃいけないところですよね。ここはメンタルいきましょう。うん、まあ点数は普通ですね。まあ普通より少ないぐらいです。とにかくまずは評価。足りてないのでお茶いコーチにしましょう。バックアップ上げないと。前園取りますか。もしくはまあ麻生とか取ってもいいかもしれないですね、今回。精神。アシスト取って、で踏んでいきましょう。
マゾありだと思います、今回、普通に。ああ、ようやくいい形で入ってくれてますね。で、金丸先行きましょうか。これ、グキってのしょうがないんで。で、まずは、ここ行きましょう。ああ、筋力から入りましたね。ちょっと嫌な感じですね。みやびか。まあ、取るしかないのかな。うん、精神入れたいですけどね。まあ、ゆいはこれで精神確定ですね。うん、あ、アウト。うん、寺道とこれはゆい行った方がいいっすね。代打くらいは取って、まあ、精神がもう、いや、麻生これ取るべきだな。あ、麻生、いただ、いただ、いただ、いたな、今、麻生。ちょっと今のは、麻生サクッと行くべきでしたね。最大値上げときます。ここは古いやん。うん、まあ、一回下がるしかないでしょうね。レーザービームは完走しました。おわ、強っ。これは3倍練習か。まあ、さすがにめちゃくちゃ強いですね。さすがに怪我しないよね。 1%。 まあ怪我しにくさ1個つけとけば確実か。マジでどうしたい。打球伸びとか取れるか。うん、あとまあ守備振っとけば大丈夫ですね。うん、やっぱこれは精神だな。この3タッグは大きいですね。まあ、あとはみゆきにね、精神ボナーがついていればだいぶ違いましたね。あ、ラッキー、ありがとう。麻生を早く行きたいな。お、伝説のサヨナラ男。こんなところで。うん、ユイは、まあ、取れないっていうのと、あと誰？タック。ユイとフルヤ。フルヤが筋力上がったらマジでこれ、だいぶ残念なことだな。体力は回復できるんで、調子安定を取っていきましょう。行って、体力を戻します。おお、また3人タック入ってますね。すごいね、これ。まあ、取ってもいいし、正直取らなくてもいい。麻生を早めに行きたい。麻生と前園も行った方がいいかもな。まあ、フリはこれタックした方がいいっすね、早めに。うん、フリア行くか。今、フリア待ちだもんね。技術、頼む。ぎ。ああ、なるほど。したら前園は掴まなくてもいいかもしれませんね。で、これ、早めに行きたいのは、まあ、まず間違いなく、麻生。そう、麻生取っていきます。じゃないと精神足らない。まあ、筋力は多分、何にもしなくても、うわ、麻生帯同してない。うん、ここを行きましょうか。渡辺使って。で、ここ踏んでおきます。で、これ、帯同沢村と麻生なんで。
まあ、聖堂魂を8使うほどかって言われるとそうじゃないんですけど、ここはもう行くしかないですね。あー、優位じゃないか。まあまあいいでしょう。うん、まあ3倍練習が効いてますね。5000点台。お、いいですね。これはもう行くしかないです、正直。0人になったとしても。筋力経験点も行く？別に行ってもいいけど。ただまあ、どうだろう。マジで足りてる気はするんだよな。春市とかの3倍練習で、まあ、メンタルとかうんぬん入れた方がいいような気もするけどな。んまあ、取るか。これで、体勢としては整いました。結構まあ、早い方だと思います。あー、それはやめてくれ。春一取っとくとだいぶ、でも8じゃ足んないのか。マネージャー。これめちゃくちゃ強いですね。これは、みゆき使っても、あ、みゆき使えないのか。残念だな。コツ。肩くれで、みゆきは完走した。同じ外野手。いけるかな？守備力上げましょうか。まあもう天才なんで99にしてみましょう。オッケーオッケー、ナイス。うん、偉いですね。で、バーストが完走しましたと。うわ、負けた。春一ありだな。まあ、次の体力のことも考えつつですが、筋力の奥村、筋力技術なのか。うわ、むず。野球マンで体力消費減。のスタミナ？スタミナじゃないな、精神。沢村狙い。こだわりあるだな。うん。悪くはないでしょうと。下がるしかないな。一年生ももうすぐ入ってきますよ。で、牛若 OK。阿部比、パワ比。まあ、パワ比。いや、阿部比でしょ。固め打ち残念。おー、まあ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 。拾っておきますか。回復したいっすね、次。あー、やめて。いやー。難しいとこだな。体力回復できる術がないんでね。やめて。うわー。サボり癖はいかんよ。これめちゃくちゃ強いけど。サボったら笑うな、これ。これ強いんですけど、マジでサボる可能性あるな。OK。まあまあ最低限。で、勇気。パワー依存だな。うん、これはメンタル優位でしょうね。で、ミート依存の筋力がいるから、これで取れば問題ない。これはマジでナイス、ゆい。帯同してね。うん、浅田取りますか。浅田取れるかな。
よーし、ナイス、よく行った。浅田取れないよね、多分。足りてないっすね。瀬戸からでいいかな。まあ悪くはないんじゃないですか。結構稼いでる。うん、8563。まだ、みゆきのバックアップとか1年生1人も使ってないので、まあ。食わないんじゃないか。ここはメンタル2人に寄せときたいですね。で、まあ筋力か。まあ筋力足りると考えてもいいですけどね。うん、筋力足りてそうだね。先に、ああでもパワーに応じてか、触れないわ。そうされると触れないな。パワーでも足りてますよね、これどう考えても。うん、ちょっとまあ先にしましょう。聖堂魂がまあ集まんないんですけど、先延ばしすると。うわ、ゆい、最高だな。これ、みゆき使いましょうか。で、これで精神結構入れられましたね。で、ここは下で、魔術師を取っておきましょう。思考の外野手も成功させてるんで。ここでポロられてもみたいなとこですね。で、筋力多分足りてるんだよな。今本当に多分って感じですけど。どうしようかな。通るか。ちょっとわかんねえな。本当に足りているのか、本当に足りているのか。まあ難しいとこですね。わからん。まあでも足りそうだけどね。うわ、240の筋力。まあ、これは普通にうまいっすね。で、結城まさしを攻めていく感じか。はい、ラッキー。守備職入りました。で、これパワヒーを取ればいいので。うん。で、まあ、カタレンですね。パワヒー取ってカタレン。で、いいよね。パフィあるのか。うん、筋力足りてますね。危ねえ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 。 S にしてなかった。臨床点足りてるけど、あ、まあ結構いろいろ来るんで、筋特系がね。内訳だね。ナイス。で、よし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 。あとはちょっとコーチ意識したいですね、早めに。あ、行きましたね、二つ。ナイス、それは。ちょっとコーチを意識しながら、浅田行っていいよな。浅田取りましょうか。てか、技術経験点アップ。取ってねえんだ。意外だったわ。結構技術余裕あるんだね。うん、強そう、普通に。なんか結局精神全然まだ足んないな。
うん、落合コーチ早めに行った方がいいでしょうね。ここ肩強いですけど、当然筋力取った方がいいのかな。お、鉄人、まあ見守る精神でしょうね。で、あ、うわーやった筋力足んね。まあ、ゆい取ったら1年生が終わりか。筋力足んないはやってるな、これ。どうしよう。筋力取るか。まあ、精神で筋力取る。ことを考えると、まあ、ゆいは行っていいですね。6、8、7。ちょっと筋力は使いたくない、極力。まあ難しいところですね。これ絶対使わないとって感じだな。まあユイはいつでも発動できるから。わー難しくなったな。これ臨床取っとくのありかもな。うん。臨床取っときましょうか。どうせ試合なんで、まあ。あとは、まあ、コーチもう一回ですね。これおかわりしといて。で、さすがに、まあ、30くらいは入ってくるでしょう。っていう話と、まあ、余ったポイントでユイ、後でいけばいい。さあ行きましょうか。パワヒとか取ってますね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。うん、これでまあ行けますね。よし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 。で、ここで高確保をゲットしときましょう。これでひとまず最低限。わー強い。これ技術も取れるし、まあ取った方がいいな。まあ次精神に来る。いやー、これでも強いなー。どう見ても強いな。うん、肩行きましょうか。思考系取れないな。どうしたらいいんだ。なんだかんだ筋肉欲しいな。難しいな。いやポイントを整えていくって難しいな。あ、素晴らしいですね。これまあユイ、いや3倍練習あるな。取っちゃってもいいかな。うん、3倍付けしてもいいかもしんないですね、このタイミングで。まあ、春一がもう次来ないんで、バックアップにかけるのか。落ち着いて考えましょうか。まあ、180精神が入る。180程度だったらいられる可能性は、まあ、だいぶに高い。ってことを考えると、まあいいか。うん。そうですね。まあ、ゆいでいいですね。で、このポイントたちは何とかしたいと。取れるやつある？ないや。さっきからとにかく筋力が足りない。まあ、どっかで足りてくるとは思いますが。むしろここで足りそうだな。
そう、これ精神も使わないとダメだからね。難しい。精神結構あるよな。囁いていいかな。うん、精神結構あるように見えるけど。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。よしよしと。で、これは沢村で筋力をどっかで取りたいと。うん、まあ、ここかここのどっちかでしょうね。まあ、体力のことも考えれば、守備で回っといた方が、無難そうな感じはありますね。いないよね、冷静くれるキャラ。いたら笑うわ。148チャンス一つ取るか。うん、足りないポイントもうまく入れられましたね。ナイスはね、めちゃくちゃでかいよ。あ、いいですね、素晴らしい。ここは一回バックして回復。うん、整ってきましたね。精神はまあ余裕あるな。筋力がまあ、うん、精神余裕あるな。余裕すぎるな。こんなに余裕だったのか。うん、精神だいぶ余裕ですね。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。筋力を追い求めている。うん。まあ、この守備連が、最も強そうですね。もうちょっと技術入るやつ意識した方がよかったかな。まあ。技術欲しいな。うん。まあ、精神これ意識しすぎましたね、多分。もうちょっと技術なのか。まあ、技術が明らか足んないな。精神は、アホほど余りそうですね。うん。これはめちゃくちゃ余るな。うん、技術だな。筋力技術が全く足んないっすね。はい、勝てました。次行きましょう。ラスト。まあ、技術が欲しい。精神すごいね。まあでも、ここでしょうね。さすがに。これで、ほぼ終わりましたと。で、まあ、高確保は取れそう。取った方がいいか。後でよくわかんないことになるくらいなら。問題はですね、この精神がだだ余るっていう問題があるな。まあでももうしょうがないでしょうね。こんだけあるんで、まあ、もう何をどうやっても、何をどうあがいても多分無駄ですね。うん。行きましょうか。はい、ということで勝てました。これ精神ポイントどうしようかなだけで。他はまあもうちょっとバランスを考えたりとか、あとは、千丸ですよね。そこで詰められると相当面白そうですね。16,763 と。もうこれは自分で振りましょう。ちょっとバランスはもう崩壊し気味になってしまってはいるので、まあそこは、ささっと振るような感じでいきたいと思います。もう精神振れないもんね、これ。うん、精神と敏捷すごいことになってますもんね。どこに振るんだろう、みたいな。
うん、感じにはなっちゃってますよね。特に精神がやっぱ。まあ、致し方ないね、今回は。まあ、沢村のバックアップが結果、まあ、今回はいらなかったっすね。あれが、まあ、邪魔だったな。で、最終的には、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13段で、金徳もフルや成功してるんで、まあ、それなりにはいくんじゃないですかね。ああ、でもこんなもんか。なるほどね。まあ、もうちょっと、いろんな、こう、要素をしっかりと詰めていく必要はありそうですね。まあ、ポイントバランスもちょっと崩してしまったっていうのがあったので、まあ、これは面白いデッキだなというふうに思いますし、その、一番これで結果出されてる方が PG3 とかを作られているので、まだまだ、いろんなところを煮詰められるいいデッキだと思います。まあ、もうちょっとやり込みが必要かなというのが正直なところですね。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。